また今日のメメと BMW モーターバイカミーティング2011 in 白馬 BMW F800RS で人間とバイクの距離を生み出す走る芸術家有用会員です。 All right, come on. Thank you for waiting. Now let's have a go for Please welcome Chris Taito! レッドブルのケーブルの場所が何の問題があるんですか。さあクリス様、今日は完全なドライなんで相当やばいの見せてくれそうですよね。いいですね。気持ちいい感じで今日はストレスバンバンって感じまして、はい、さあさあさあ皆さんの目の前を顔見せこいって感じで、まずはゆっくりと自分のさあぐんとスピードアップして、まずはスライドバイクドリフトスライドからさあいったストッピー、はい、おさわりは100円いただきます。触ってもいいけどバイクには触んないでね、危ないからね。みんな盛り上がってバン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 。さあ早くもごめんなチャイアントギリ直角ギリからもう一回ブレーキが勝利の他人の時がついた。さあ早くもスタンディングいった、直角ギリからスタンディングのおーっとオンザバーカー。さあギリーサークルを作ってそのまま獲物を狙うように大きいヘビダイザーが獲物を狙っていく。おーおー You got my girl。今日クリスやばいっすよ、乗ってます。なんか昨日の欲求不満が一気に爆発した。さあ行った行った、ノーハンド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 ジャイアンティリー。さあそしてゴッドはミニバーに足をかけて片足から、さあいやまたノーハンドだ、お客さんに近づいていけ。ヨーゴーユーゴーレッツゴー。さあ来た来た来た、すげえ気持ちいいぐらいの最後にストップに、別にトライアルであるね、ジャックナイフなんて言い方はしていません。ナイフが地面に刺さったように止まっていくとこからジャックナイフストップ。さあ今度はウィリーバーからのフラミンゴ、フラミンゴのウィリーサークル、片足を使ってフラミンゴのように見えるとこからフラミンゴのウィリーサークル。さあ今度はノーフント、ヤバすぎます。さあスタンディングのウィリー直下、さあ見てください、もうぶっ飛びはいりません、90度。さあ別名これは時計回りの12時を指すようなイメージから12オークロックなんて言い方もしてますよね。さあ今11段から12時を回った、今度はミニサークル、さあスピードアップして、さあ来た来た来た、おー軽くスタッフに挨拶、はい、さらにストップ、怪我させると大変な方です。さあアイスを振り返ってますね、クリス君は、はい、さあみんなで盛り上がって行こうぜ。さあ気持ちいいぐらいの発展したの、そして勝負をスピードアップ。さあクリスに近くに来てほしい人は思いっきりアピールしてください。さあ片手でサーブをするようなアスファルトと上のパフェ、はい、Alright, you guys! Go for it! 盛り上がれと、ほっと騒げと、ドイツの国旗に向かっていった、はい、ドイツバイエルン出身、地元の国旗みたい、結構血が騒ぎます、クリスパーカー。 おっと、さあ人間とマシンが一瞬だけの最後分岐として、ゆっくりと今おっとこと、おっとちょっと調子ぶっ飛びました、はい、いやこれは台本なんです、わざとですよね。さあ台本通り1回失敗して、はい、今度は、はい、ネオばっかり埋め延長、みんなの声援があれば今度は成功します。さあみんな起き上がるオンザバーですよ、オンザバーからフリー
サークル、そしてストピー、やばいです。もう BMW のバイクにシートはいりません。はい、いやー、さあワンハンドからゆっくり自分の獲物を狙っていきます。4度のヨーロッパチャンピオン、世界チャンピオン、クリス・ファイパー乗っているマシンは BMW、 去年の春に発売になりました、はい、F800R クリス・ファイパーエディション。さあ F800R の方はね、この後試乗会場にも皆さん乗れますので、ぜひ行ってみてください。さあバイクの上にしっかりとくっついていく。さらに綺麗なサークルを作って、またもやオンザバーだ、オンザバーだ、座るととは完全に違う。そして乗り換えていけ。いや今日そっちの方になんかサービスいいっすね。さあこっちも来てもらえるように大きく触っていきましょうか。こっちも来てもらえるように。さあここで、ここで昨日クリスが言っていた女性とヘルメット使ってなんかやらしいですよ。すいません、僕それ聞いたらもう昨日出れなかったんですよね。僕女性とヘルメットだなんて。うわー、ワイドを作っていきます。クリス左右にジグル走行。おうおうおう、さあこっちにも、こっちのサービスだ。いやー、トーネードクリス・ファイパー。さあいよいよ昨日言ってました初めてやるテクニックを皆さんに見せると言ってました。あれ、なんと、これはミニの、ミニの、アンケート調査をやっていた女性をヘルメットをかぶって乗っけました。一番タイプだったんですかね。まさか今から、クリス・ファイパー教習所が始まるようです。この教習所訴えられませんか。これタンデムだ、訴えられません。この教習所、さあタンデムで多分ね、おーすげえ。タンデムのウィリーサークルやばい、すごいっすね。すげえ、じゃあ多分女性困ってますよあれ。これだってわわわわわ、女性の人はバイク運転できないでしょ。ちょっと背中この辺見えたけど大丈夫ですか。やばい、なんか超困ってる感すごい出てるんですけど。これは下手な遊園地の絶叫マシンやばいですよね。女性の方がラジコンのライダーみたいな姿勢になってますね。なんかああいうラジコンありますよね。なんか固まってました。大きい拍手を、女性にも大きい拍手をどうぞ。いいですね、世界チャンピオンになるとああいうこともできるんですね。ああいう、いいな。Yes. すげえ怖かったって言った。さあ、来た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 。さあ、ではここから皆さんのパフォーマンス。さあ、クリスが、クリスに来てほしいとアピールしないと来ないよ。さあ、今度はどっち。そうそう、さあ、もう一回、もう一回、今度はどっち。そっちだ、また来た、また来た。そしてリアタイヤを、さあ、リアタイヤを乗っけていけ。オッケー、まずまずはいい感じ。さあ勝利への雄たけびをかましてクリス・ファイパー、さあ綺麗な波形とサークルを描いていきました。さあもう一回行くか、スピードアップして、さあ次はどっち、どっち、どっちに来てほしい、どっちに来てほしい、チャイアントウィリー、どこに来てほしい。さあ8番テーブルに行った。 Which way? Which way? ウィリーバーからジェイアント、さらにオンザバー、すごい上り替えテクニックステップアーケ。さあ今度は逆のフライングをして、まさに走る芸術作品が今ここに完成しました。人間が発明したバイクと武器を使って大自然、ルコメミの大自然をバックに、さあいよいよ走る芸術が今完成です。 Alright, you guys, cool! さあクリス今どこ行こうか見てますからね。今どこ行こうか見てますよ。さあ、ご機嫌な BGM ロックサウンド、キックスタート前に乗って、ライディングのマシン、さらに一切バーは握りません、体重移動だけでターンしてきました、もうクリスにはシートもなければ、バーも必要ないですね、多分フロントオイルもいらないですから、きっと、全くバーも握らずに。いろんなとこ見ながら、いろんなとこ見ながらやってますね。もうスタート。
ノーハンドからウィリーを大きく上げていく。さあゆっくりとウィリーサークル、ワンハンド。さあ今度は逆側、右回りで左回り両方回ってきます。さらにワンフット、このシッティング状態のウィリーはね結構難しいですよね。スタンディングよりも座った状態のウィリーの方が難しいんですが、見事にノーハンド、ものすごいバランス感覚。昨日のトークショーでも、はい、スピードの音が難しいんですよねこれ、はい、昨日のトークショーでもね、このマシンが気に入ったから自分は